多大な。まるっとやってやら。粉骨を再審します。いよいよ武田攻めの総仕上げ。かつての凶暴ももはや恐るるに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、これでは戦にならぬ。のろしを上げよ。急ぎ救援を呼ぶのだ。我は救援を求めるのろし。お味方の到着まで我らは時を稼がねば。もうここまで。勝頼様のためここは何としても耐えねば。こちらの根人を脅かそうというのか。時が惜しい。迅速に迎え撃て。かの砦、守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。我らの進軍を妨げる者あらばことごとく切り捨てよ。本陣を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。どうぞ。敵の弓兵を排除できたようだな。これで高天神城へと進むことができよう。信忠様はご無事ですね。私も一人の将として務めを果たさなくては。敵が岡部殿に気を取られている今が好機。不意をつき敵を叩け。行くぞ。織田徳川勢を叩くのだ。おっ、任せろ。無駄なあがきを。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。まず再開を振るう将を撃て。敵を混乱させるのだ。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に型をつけねば。勝頼が味方を見捨てたとなれば武田の名も地に落ちることになろう。その程度の策、かゆくもないわ。討ち死に。討ち死に。砦を制したようだな。お、任せろ。そらそら。あんたのことは嫌いじゃねえが、互いの忠義をかけて勝負だ。ガキが一発の口を利くようになったな。望むところよ。かかってまいれ。勝頼様からの援軍さえ来れば、ここは一旦城に引き上げるほかあるまい。逃した。赤天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。お、任せろ。心得発見。皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着までここが正念場ぞ。開門。時を稼ごうとそうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。かけよ織田徳、心得川の本陣を落とすのだ。主家地の利が敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。敵将本田平八がのしてやったぜ。引かせていただこう。耐えきれん。引かせてもらう。必死改正の好機。織田信忠を討ち取れ。本陣が危ないです。信忠様を守らなくては。助けられてばかりでは不甲斐ない。私もより一層励まねば。お、任せろ。天神が襲われている。皆急ぎ信忠殿をお守りせよ。織田の勢い止まらぬか。敵将本田平八がのしてやったぜ。かなう相手ではなかったか。これは見事なお手並み。お相手いたす。敵将本田平八がのしてやったぜ。おお力及ばずか。急ぎ敵を倒さねば本陣を落とされては前線の味方が後輩をつかれてしまう。もっと倒します。今の我らにとって武田など敵ではない。天下無双って俺のことだろ。開門。これ以上敵を勢いづかせてはならぬ。でも騎馬隊はどうした。早く出す。心得ました。敵に焦りが見えてきた。騎馬隊ごときさっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。武田の凋落、ここまでとはな。武田が滅び天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて乱世は滅ぶない。十兵衛ならばもう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。もはや誰も当てにはできぬ。ロガプを持って迎え撃つのみ。城を枕に討ち死にしてこそもののふの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていません。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。総力を持って奴を討ち取れ。開門。そらそら。勝頼様より九死が。援軍は出せぬ、武運を祈るとのこと。そうか、勝頼様とで苦渋の決断であろう。ならば拙者は武田のため命を投げ打つのみ。城に火を放て、敵を道連れに怪人と化してくれる。よく見とけよ。物のふとして生き、物のふとして死ぬ。悔いなどあろうはずもないわ。討ち死に。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身可愛さに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。岡部と。